それでは遊んでいきましょう。今回は、ザ・ディープ。こちらに到達しましたが、あそこなんか光線してるんですよね。前回もそうでしたが。ここはてっきり、この共産党員の基地なのかなと思いましたが、奴らがあれを狙ってませんか？気のせいかな？どうでしょうね。やはり警備してるのかな？あの爆発は、何か侵入者を倒したのかどうか。ただ柵に登って、奴ら排除してみるか。うら、ヘッドショット。あそこの一体。経験値はぼちぼちかな？あまり、反応は良くないね、奴らは。しかし数はいるぞ。ちょっと遠すぎるかな。まずいかもしれないぞ。来るか？大丈夫か？ランチャー来ない？いい、決まった。やつつ。今のとこクリアかな？前回リベレーターもいましたけど。お、なんだ？また爆発か？なんだなんだ？あれなんだ？発射してんのか何か？あそこから？おぉ、上になんかいんのかな？とりあえず進んでみよう。周りのあの、赤い花みたいのは何でしょうね。新しい生物か、これ。周りは燃料が漏れ出しているという話でしたが。これやっぱり下に落ちると死にそうですね。地割れ地点と同じように。なんだなんだ？何があるんだ、ここ。入り口はどこでしょうね。とりあえず回ってみるか。あそこが目標。全部敵かな、あれは。ちょっと位置悪いか。足を狙うか。生きてる。2発で倒した。あいつなんだ、パーマー来てる？司令官。しかし、バッツなら、バッツじゃなくて、ステルスなら、おら、決まった。危ねえ危ねえ。あ、中国語。この感じ久しぶり。フォールアウト3以来じゃないか？ここにはスターライトベリーが生えてるんですね。衣装変えていくか。T シャツ&スラックス。この清潔な感じでいきますか。しかし、どっかの山からね、泳いでいけそうな場所でしたが、どっかに繋がってんのかな、これ。この下に出るとは思いませんしね。繋がってるように思えないな。ここは入り口か。ドア。入り口かと思いきや、内部スレではなく、普通に繋がっている。ん？ 2 体いる？一気に2体倒した。あれは人間だったのか？なんか宇宙人のように見えましたね。さらにザ・ディープは奥にある。ここではないのか？どうなんだ？あちらの一体。ん？上にもいるな。ちょっと遠いぞ。人間の敵との戦闘は。やっぱり面白いね。一発で倒せないか？なんだ？今。表情が欲しい。一瞬幻覚が見えた。うら、やつつ。しかしまだコーション。ではターミナル。見てみますか。マザーロード。取得施設。注意、すべての人員へ。ここのデータの消去手順を実行せよ。これは、英語米国って書いてあるけど、表示設定。アメリカによる潜入が検知された。バイパーピアス作戦を実施せよ。これは現在の記録なのか。それとも以前のものなのかね。戦前。ちょっとまだわかりませんね。セキュリティ手順。ID バッジをつけろ。トンネルの状態。トンネル山岳地帯。北中央南沼地地帯。編集済み。現在掘ってる最中。山岳から沼地へトンネルが伸びてるようですね。じゃあ以前見つけたディープの入り口。あれはそのうちの一つなのかな。上と下。下が目的っぽいので。まず上から探りますか。どこかなって目の前に、あぶね。まずコーション。ギリギリセーフ。危なかった。パーマー来てますね。しかしレベルは30ぐらいかな。どこ行った？あ、あそこにいる。チャンスだ。ちょっと当てに行くね、これ。位置悪いね。近いけど、一発だけ出せた。まだセーフ。また上に行くのか、あいつは。行ったな。おぉ、コション。あ、危ない危ない。2体いますね。ヒドゥン。意外とまだけじゃないか？あと一発だ、貴様。
また上に上がって降りてくるのか。あいつはこっちを見ている。てい、とどめ。あいつはこっちを見ている。今チャンス。一手出してまでいる。ヘッドショット。決まった。しかしコーション。どうだい。これはレベルいくつだ。レベル30。交換しよう。アクセスキーを発見した。PRC マザーロード。なんだこれ。PRC。今現在 PRC 検査みたいな。行われていませんか。では降りてみましょうか。前方に扉。こちらにも。まずはこっちかな?アクセスキー。あらら。あちらはどうなの?あれ?補助制御室。こちらインスタンスダンジョンですね。どっちが正しいんだ?ちょっとわからないな。マザーロード来た。来たっぽい。来ましたね。話せる?アパラチアトラベル。これ何?ファストトラベルできんの?それっぽいね、これね。わあ、これはもしかして、各地でマザーロード移動できる、新システムですね。あ、下がると、あいつも下がるんだ。よし、じゃあこちら行きましょうか。ここへは、ステルススーツを取りに来たんでしたっけ?いきなり敵がいるじゃんか、あれ。いや、エージェント無調。あいつはもしかして、米軍の兵士?やめて。争うつもりはない。何もなんだ。話をしよう。あ、グールだ。お前、顔がボピーに見えるな。揉め事はごめんだわ。ここに来たのは私の意思じゃないの。私の意思ではないと。スパイスーツのせいで囚人に見えない。なぜ囚人だと知ってるんだ私は。死を前にして嘘をつくスパイか。ありきたりだな。すぐそばに死が笑いかけながら迫ってるわ。死が迫っている。なんだ?死を確保してんのか?しかしレベルが60ぐらいあってね。私よりも全然強そうだよね。貴様は囚人には見えない。どうしてこれが紛らわしいのか理由はわかるわ。奴らのために仕事をしないと、家族が犠牲になると脅されている。仕事をしなければ、家族が犠牲になる。盗聴器。あなたが私の娘に協力してくれてるのね。これ、母親?こっちに向かってきてるところよ。娘にはこんなことの承認になったことはなかったけど。ジェスでしたっけ?いなくなってしまった母親が、ここに来たんだ。ジェンか。いくつか質問がある。じゃあ奴らに尋ねるのね。奴らに尋ねる?この場所は一体何なんだ?ここは情報集積所よ。情報集積所。任務は説明するのも複雑だわ。任務は複雑だと。隣で何が起こっているかを。もうでかい組織になるとね。一枚岩ではなくなりますからね。組織同士で争うなんてこともありそうですよね。なぜ爆弾が投下された後に離れなかったんだ?この組織から?そうしたわよ。そうした。しかし、服に追跡機を設置したと。政府は亡くなったから自由の身だと思ったが、しかし間違っていた。間違いだった。誰に追跡されたんだ。同じような他のメンバー。それにチェックされていた。あなたは戦前もスパイだった。そうよ。この仕事のために子供の頃から訓練を受けていたと。命令に従っていただけなのか。命令に加えて私は彼らが望むまま考え仕立てられた。疑問にも思わなかったと。他の方法も考え方も知らなかった。完全に操り人形だったようですね。しかし騙されたことに気づいた。人間も騙されたのよ。ここの人間も騙された。この上層部の操る側の正体を知ったんですかね。あ、見つけた。ジェンが来た。ここよ。追いついた。マムと言いましたね、今。中国語で話してるんだが。待って。どうやって生き延びたの、ママ。どうやって生き延びた?ここは何なの?ジェンはある日、母親いなくなったと言ってましたが。どうしてここに来たの?なんてバカな子。ここから離れなさい。大丈夫か?私たちはママの遺体を探しに来たの。遺体を探しに来た。必要で。でも、パパのスーツは数年前にパパと埋めたから。母親がこのスーツを着ていたことを。知っていたんですね、ジェンは。ここで生きてたなんて知らなかった。知るわけない。いなくなったくせに。ちょっと動かないで。いやいやいや。いい。今ママをここから逃がす方法を考えてるの。他の奴らと一緒にママを殺さない場合のことを。ママを殺さないようにしてるようですが。どうなるんだ。話をしよう。こんな
奴らがママを殺したと思っていた。しかし奴らのために仕事を続けていたと。彼女が何をしたにせよ、あなたの母親であることには変わりがない。じゃあどうすれば自分の子供にそんなことできる？自分の子供にそんなことできる？一人で生きていけと放るなんて。放置したと。それ許せないと言ってますね。他に解決できる方法があるかもしれない。方法なんてわからない。すごい怒ってる。すごく腹が立ってる。スパイの技術が必要なだけだ。あとはどうでもいい。そうね、その通りだわ。ママスーツを手に入れたら。スーツを手に入れたら行きましょうと。もうママは随分。もう母親死んだんだと。このスーツを渡したら、奴らがあなたの元に来るわ。ああ、なるほど。スーツには仕込んであるんですね。追跡機が。そして私は殺されるの。死んでも構わないと言ってますが。娘が殺されるのは許されないと言ってますね。そんなリスクを犯すことはできないわ。今死ななければ未来の死を免れるチャンスくらいはできるかもしれない。その通り。希望はないようだけど、あんたは隠れる。死ぬ前に考えようと言ってますね。そうさせてくれれば。隠れてスーツを壊さないといけない。スーツをまず壊すと。追跡されてるから判断するのに十分な時間はない。少しだけ信号を妨害できるかもしれないと。とりあえずボルト79に入った後は特に必要はない。スーツは。きっと正しいわ。強制的にでも投げ捨てる。スーツは途中で捨てようと言ってますね。ここを終わらせてファウンデーションに戻って会おう。ファウンデーションに戻る。時間が必要なの。どうするんだ？スーツはもらえるのか？これスーツをこれ助けてくれてありがとう。一応助けたことになりましたね。とりあえずここの会話は終わりかな。不安はあるけど。ほらスーツよこせ。とっとと脱げ。それここの内部はこれだけか。じゃあ一回出ましょうか。とりあえずここのマザーロード、これを使ってどっかに行ってみましょうか。どこに出るかわかりませんが。ああ、どれか選べる。荒れた教域、現在は西にいるっぽいね。ファンデーションは南だな。南へワープ。一体どこに出るんだこれ。お、出てきた。あら、普通に地上に出るんですね。どこだこれ。あ、結構これ世界の境界ですね。一番南かな。ここから北に行くのが正解かな。じゃあ前方にいろいろ開拓中の跡がありますね。ちょっと寄ってみよう。ブラッドバグもいますが、あ、この位置か。デント&サンズ建設マルチスコープ、こんなところに落ちてる。これは多分ファンデーションの目標かな今のはね。そんな感じはしますけど。偶然見つけたんですかね、私は今。結構目立つからね。ここはあれか、カルビン・バンローのクエストで来る場所ですね。何気にラットスタッカーが多くて、肉がいっぱい手に入るんじゃないかな。あ、待てる。どこだ。ああ、病気になった。寄生虫。ティックやらしすぎる。しかも強い。ああ。鹿がいない？まだクエストは進んでないからかな。ちゃんと順序通り来ないと。ここには鹿が湧かないのか。何気に美味しい場所だったのにね。エアゾリル。そうか、クランベリーがあるんですね、ここには。連邦処分場。ここは何か変化あるかな。ちょっと見てみましょうか。ちょっとそれよりも、こちら気になるな。何もない。この乗り物は、ワドワのそばで落ちてますよね。なんだ？セントリボットの、聞いたことのない名前の CG ブレーカー。あそこで荒ぶってますね。今チャンスか。やつ撃っていく。何のロボか知らんが、オーバーヒート。俺倒した。とりあえず料理を作りましょう。クランベリーコブラー。スターライトベリーコブラー。猫肉ステーキ。コーンスープ。少々食べますか？クランベリーコブラにコーンスープ。連邦処分場。すぐ下に一体。ミュータント。レベル35。あいつは強いな。しかし、3つぐらいか。こちらを開けてと。目の前一体。一発で倒した。イノいるぞ。2個回収。来たぞ。やつてい。これクリア。レベルアップ。そう、レベルは上げてませんでしたね。
あげましょうか。タンクキラー二つ目、取りましょう。エスケープアーティスト。これ取れますね。これ取ろう。防衛ミッションが始まってますが。結構置けますね、タレット。いいぞ、みんな頑張れ。まだ置ける。結構材料が豊富にありますね、ここはね。ウルフのような飛び道具を持ってないキャラクターに対しては。やはりタレットは有効ですね。一方的に狙える。お、すごい。20個配置しても、まだ材料は足りる。ちょっと仕様に変更がかかったんですね。以前は5個くらい回しか置けませんでしたけど。タレットはもしかして、私が近づかないと反応しないのか?すげえすげえ。負ける気がしない。このタレット能力。目標は向こうですね。再びこちらに、死体、スカベンジャーのメモ。以前と同じですかね。内容はちょっと違いますね。中継タワー。どこだ?東か。まあ、寄れるんであれば、寄りましょうか。ウォードに拾ったものを渡しましょう。私はただ落ちていたものを拾っただけですが、真ん中にしてみるか。ポイントもらいましたね。レジェンダリー少々。そして、評判マップ。話をしようか、ジェン。スーツは手に入れた。準備 OK か。母親はどこにいるんだ?ママとは私たちがボルト79に到着して、ボルト79で会うと。私は信用してもらいたいようですね。他になんか必要なものはないか。デリックのブラックベリーパイを持ってたり。ブラックベリーパイ。きっともう準備はできている。何が残念かって、我々がハッキングしたリベレーターが破壊されたことだ。ひどく破損してる。ペニーが直してくれると。ペニーが直してくれるはずだから。猫を追いかけることはできる。次はペイジと話す。次はレーザータレットの話。ペニーは死神の回廊とあだ名を名付けた。ピットからずっと俺たち、ピットから俺たちをつけ回している専門家。狙われていたのか。まず私を話したいと。連中は誰なんだ。なぜ私を話したがるんだ。さあね、作戦指令がどうとか。作戦指令がどうとか。元は軍にいた連中。とにかく気をつけろ。何者だ。元は軍にいたというと、ダッチェスあたりがね、ちょっと思い浮かびますけど。だから私がリーダーなんだ。あんたじゃ取引を成立させられないからな。なんか強気ですね。とりあえず一番上だ。謙虚に行こう。ただ一つ言っておこう。彼らには厳格な連絡方法がある。厳格な連絡方法。彼らは信号を使っている。彼らは信号を使って古き良き製造機を振るう。アメリカ軍。相手はあんただとわかる。何をすればいいか言ってみる。BOS かな。誰か BOS の生き残りがいるのかもしれないな、これは。作業してる間、あなたに国歌を歌わせようかな。ちょっと面白い選択肢でしたか。そう簡単に聞かせるか。さあ、言ってくれ。歌ってはくれないようですね。さらに評判がアップ。ああ、これは気になるね、また。次が。あ、設計図、ステルスアーマー。これ作れる?ジュンからのメモ。メモを入手しましたね。新たな結束。デューティーコールズ。専門家が必要だ。タレットの専門家。ピットから。ついてきてる。誰だ?まずはメモを見てみましょうか。ジュンからのメモ。標準的な中国製ステルススーツの設計図を見つけた。きっと気に入ると思う。設計図を見つけたって。どこで見つけたんだ?スーツが必要という話でしたが。設計図自体を見つけてしまったのか。まずはステルススーツ。作れるかどうかですね。どの項目かな?あ、中国軍ステルスアーマー。ここに項目がありますね。しかし、材料が圧倒的に足りない。これは集めないとな。対衝撃ファイバーとかね。ステルスヘルメット。これは見た目だけかな?こちらは、全身の鎧のようですね。どうやら。ステルスアーマー。性能が高い。ラット値に対してとてもいいね。性能が。あ、これあれか。防護スーツよりも、こっちを着た方がいいですね。ってことはね。ようやく生身で動ける、防御力の高い、スーツが手に入りましたね。バリューがすごいんだけど。作って売ったら相当高いんじゃないのこれ。どうなんだ?